レンチラソーのしいたけクッキング。今日もやっていこうぜ。やっていくぞ。前回ガリバタでね、お男飯やらせていただきましたよ。足りなかったな、あの両者。あの両者足りなかっただろ。今日はもっとボリューミーなメニューを考案したから。エプロンどうしたんだよ。エプロンか。おそんなもんそこの山に捨ててきたんだ。男ならエプロンいらねえから。いらねえぜ。俺は飯作るからエプロンしてきたぞ。さすがだな。俺は飯作っから。そうだ、そうだ、それは必要だ。そう、うん、今日はおもうちょっとで節分じゃねえか。鬼が来るな。鬼が来るぜ。おということはお鬼をどうやって倒すかだ。これだ。拳一つだぜ。ということで、おう今日はおうもう男も女もスタミナついて、うん、お龍も倒せるスタミナ恵方巻き紹介していくぜ。巻いていくぜ。椎茸も健康にも美容にもいいとされています。このチャンネルでは椎茸農家ならではのいろいろな美味しい椎茸レシピをこれからもどんどん皆様に紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。リアジャン、俺はよ、うん、今日は恵方巻きに合う椎茸が。俺は今日椎茸なんて取らないぜ。何？俺はよ、今日は男の中の男だからよ、うん、食うためだけにやってきたんだよ。おめえがそう言うと思って。俺はな、今日この分厚い乾燥しいたけだな、水で戻してきたぜ。おう、今日はこの乾燥しいたけを使って皆さんにレシピを紹介していくぜ。頼むぜ。よし、しいたけからだな。おう、乾燥しいたけだな。お、これは石関の最先端を切るぜ。いくら男でもな。今日はもう包丁なんて使わねえぜ。何？しいたけもこんな感じで手で裂いていくぜ。おお、こんな感じで手で裂けるんだぜ、しいたけも。こっちの方はよ、味が染み込むんだぜ。どこだぜ。椎茸こんな感じでやっていくぜ。 OK。 で、この椎茸の戻し汁があるだろ。おう、これは今炒めるときに少し使っていくから、そのまま取っててくれ。 OK。 飲むとこだ、飲むとこだったぜ。次はだな、この牛バラ肉だな。おう、これも包丁なんて使わねえぜ。何？こんぐらい長けりゃ半分に手でちぎるだけだぜ。かっこいいぜ。かっこいいだろ。これが男の中の男だな。おお、包丁なんて使わなくちゃいいんだぜ。こうだぜ。おい、よし、じゃあ最初にお寿司酢を作っていくぞ。よし、やっていくぜ。やっていこうぜ。最初にな、 お酢を 20cc、 20cc大さじ1と小さじ1だな。おお、これで 20cc だぜ。 OK。 そしたら次、砂糖を大さじ1杯だ。そして塩を小さじ3分の2杯。おお、こんくらいだな。こんくらいだな。これを入れて、味の素だぜ。これを1、2、3、4振り、男の4振りで入れていくぞ。出たな。そしたら、お男らしく泡立て器で混ぜていくぜ。 OK。 これはもう砂糖と塩とこの調味料がきれいに溶けるまでだな。入念に混ぜるぜ。これはやっぱりご飯の量によって変わるのか。そうだ、今日はご飯1合だからな。龍二、おいいところついてくれたじゃないか。そうだ、それを説明するのが重要だったぜ。
次はだな。おシャリを作っていくぜ。おこの熱々のご飯に、うん、このさっき混ぜた寿司酢だな、男らしくこうガバッとすぐさまかき混ぜるぜ。おこうやってご飯を切るようにだな、混ぜていくぞ。 OK。 こんな感じでな、お結構混ざってきたろ。そうだな、ここで初めて会うぜ。任せろ、頼むぜ。おう男らしいな腰に内輪が見えるぜ。あっバレたか本当は用意しちゃうんだぜこの混ざり合ってから水分を飛ばす、これがシャリを作る上でかなり重要なポイントだから。なるほどな。あの動画の寿司もうまかっただろ。めちゃめちゃうまかったっすね。皆さんも握り寿司ぜひご覧になってください。応援します。うまかった。あと俺あれ全部俺一人で食った男だな。うん、足りなかった。ちょっと置いてくれ。 OK ここで初めて水分を飛ばしていくんだぜ。 OK。 よし、これでシャリは完成だぜ。よし、じゃあこっから次は肉を炒めていくぜ。やっていこうぜ。よし、じゃあ炒めていくぜ。よし、サラダ油を、お大さじ1程度油を引いて中火で少し熱するぜ。おい、少しだ、熱してこんな感じでな、うん、油を全体に伸ばしてな。おそしたらここにおドサンと、おい牛肉を入れるぜ。おいこんな感じでな、うん、肉を広げたらだな、おここに生姜、お半かけ吸っていくぜ。おいこれはもう焦げる心配があったらだな、お最初から吸っておいた方がいいんだぜでもな、これが男の時短料理だぜ。なるほどな。そうだ、炒めながらするんだ。そしてニンニクは、お男らしく一かき全部使っていくぜ。やっていくぜ。生姜半かきに対してニンニクは一かき使っていくぜ。男の中の男だからな。そうだな。そう、その時手をすらないようにみんな気をつけてくれよな悟空みたいになってちょっと油が弾いて手が熱いぞでも男だからそんなこと気にしねえぞ。俺なんて熱さなんて感じねえぞ。感じねえだろ。この塊ごと入れるぜおいこのガツンとニンニクと、うん、生姜が効いた牛肉の中にだな、うん、椎茸を投入するぜ。頼むぜ。この乾燥椎茸めちゃめちゃうまい出汁で出るんで、おこちらと牛肉を一緒に炒めていくぜ。あこれもううまいに決まってるだろ。そしたらだな、おここに乾燥椎茸の戻し汁だな、おこれを、うん、少量だな、こんな感じで入れるぜ。おい、これでめちゃめちゃいい出汁がな、また効いた具になるんだぜ。なるほどな。そうだぜ、一旦ここで火を止めるぜ。 OK。 椎茸が半分くらい炒まったところでな、おうコチュジャン、コチュジャン小さじ1弱だな。弱だな。弱、これで甘みと辛さを加えていくぜ。おうコチュジャンを入れたら酒を小さじ1強だ、おう入れて、みりん、おう小さじ1強だ、これで醤油、おう小さじ1強だ、おうそしてオイスターソース、オイスターソース、こちら小さじ1だな。1で最後におこの塩コショウを少々だな、少々振ったらまた炒め始めるぞ。これはおお一つ大事な調味料を忘れていたぜ。味の素か。そうだぜ、グアニル酸とイノシン酸、おそしてこのグルタミン酸を、おお1,2,3,4 振り入れてだな、うまみの相乗効果を測るか。この具材はうまそうだな。めちゃめちゃうまそうだ。これはもううまい極まりないだろう。これは調味料を1個入れるの忘れてたぜ。 お砂糖小さじ1、
俺が入れていくぜ。オッケー、オッケー。これで甘辛い最強の具材が完成するぜ。おい、うまそうだぜ。ちょっとこにゅるぐらいがね、うん、俺はちょうどいいぜ。おお、香ばしいぜ。このこにゅっつうのはよ、調味料じゃ出せねえ味だからな。なるほどな。そうだぜ。少しここにも効かせて恵方巻き作ってるぜ。これが男の中の男だぜ。おい、こんな感じで OK ですね。 OK、よし、じゃあ次は巻いていきます。おお、海苔がないぜ。海苔なんて使わないぜ今日は。何？男の中の男飯。お、今日はこのてんこ盛りのローストビーフで巻いていくぜ。楽しみだぜ。肉を肉に巻くのか。そうだぜ。これめちゃめちゃうまいんで、ぜひね、贅沢に恵方巻きを楽しみたい方ぜひやってみてください。止まらないぜ、よだれが。よだれが止まらないぜ。お、早速やっていくぜ。やっていこうぜ。こんな感じで、下から順番にだな。お、このローストビーフを敷き詰めていくぜ。うまそうだぜ。こうだぜ。ちゃんと敷き詰めてくれよな、これは。お、そっちの方絶対肉肉しくてうまいからな。こうだぜ。これもううまい極まりなしでしょ。やばいね。ね、だいたいこんな感じでね、おう、こう隙間なく四角くね、こんな感じで敷き詰めるんだぜ。ね、うん、そしたら、お、ご飯を次はここに乗せていくわけだけども、うん、またボウルに水を用意して、うん、ちょんちょんとつける。こうやって塗ってこう端くさ。ああ、そしたらご飯を、お、これもやり方あるのか。あるんだぜ。おお、こうやってこう置くだろ。お、そしたらこう形をこうやりながらだ、こうこう置いていく。へえ、ご飯をもう1合全部使っていくぜ。やっていこうぜ。やっていくぜ。今日はもう太巻きだからな。そして最後、うん、ここはこうやってちゃんとシャリをこう最後ちゃんとこう決めてくれ。こうやって、おお、こんな感じでご飯をこう伸ばしていく。おお、ちょっとこの端は余しておいてくれ。のりしろか。のりしろ、おお、のりしろが必要だ。ご飯をまんべんなく、こんな感じだな。よし、こんな感じで敷く。次はだな、おう、ご飯を敷いたら、うん、このご飯にネギをこんな感じでな、うん、すり込んでいくぜ。おお、うん、これですげえいい香り出っからな。ネギ好きな人はぜひこれをやってほしい。なるほど、うん、これはうまそうだぜ。これはうまいぜ。うん、うん、そしたら次だな、おう、レタスがあるよな、うん、これを半分にちぎってだな、うん、うん、まあお好みの大きさにちぎって、この端っこを少し出してやるぜ。おお、端をな、はいはいはい、こんな感じで、うん、こんな感じだぜ。なるほどな、うん、これが一番最後の今日の締めの具。さっき炒めたこの少しこうこんがりね、お、焼いたこの肉しいだけだな。あ、これを乗せていくぜ。俺はこれを見ながらレタスを食うぜ。それもまたうまそうだな。おう、あ、いや、これうまそうだな。これはやばいでしょ。そしたら巻いていくぜ。お、じゃあ巻いていくぜ。お、このご飯の切れ目があるだろ。お、ここに向かってこの肉の端っこをこう持っていくんだ。こうやってだな。あとはこうしてこのまま押さえるんだ。お、そしてここがあるだろ、うん、ここを下にしてやる。お、そうなの。これでもう包まれるんだぜ。これ結構ギュッとやるのか。これ肉で巻いていくから、あ、肉をご飯につけてやらねえと、うんうん、ちゃんと巻き物になんねえって俺は分かってんだよ。なるほど、そうなんだよ。よし、こんな感じでいいかな。ご飯と肉をしっかりくっつけるような感じで巻いたんだ、うん、うんうん、開くぜ。おう、いくぜ。おう、こんな感じだぜ。やばいぜ、これはもう肉の寿司だろ、これは。おお、よし、
じゃあこれ盛り付けていくぜ。オッケー。オッケー。よし。じゃあ盛り付けていくぜ。おお。もう何も説明もいらない。おお。このまま巻きすからこのレタスを敷いた器に、うん、移すだけだぜ。めちゃめちゃ男らしいだろこれは。そうだな。さらに盛り付けたらだ。おお。最後にブラックペッパー。これを振りかけたらもうたまんねえぜ。これやばいぜ。これはもう男らしくお好み振るぜ。うまそうだぜ。これはこんな感じだな。およし、じゃあこちらで、うん、鬼をも倒せるスタミナ満点恵方巻きの完成でございます。全集中。できたな。できたな。早く食らおうぜ。ペコペコだぜ。全部食う。全部食うぜ。おう。しゃ、じゃあ乾杯するか。オッケー。よっしゃ。今日は、お新潟の、うん、腰の乾杯。おお、いい酒だね。俺、うちの従業員さんはね、お持ってきてくれた。そうだね。新潟でうまい酒だから、お味わって飲もうぜ。オッケー。よっしゃ。じゃあ視聴者の皆様、乾杯。乾杯。おい。おい。いいね。飲みやすいな。飲みやすいぜ。これうまいぞ。じゃあ食っていこうぜ。やろうぜ。鬼退治に行かなきゃいけないからな。そうだな。早く食って鬼退治しに行かなきゃいけないからな。おう。よっしゃ、じゃあ食うぜ。オッケー。男らしく包丁できるぜ。おう。このままかぶりつきたいところだけど。まあな。でもそしたら一人しか食えねえからな。うん。だから今日は、うん、食べやすいように切るぜ。食べやすいように行こうぜ。うん。撮影だから。おう。じゃあ行くぜ。真ん中の部分行くぜ。そうだな。真ん中行こう。真ん中行こう。もちろん贅沢食いしようぜ。ね。これだぜ。おお。めちゃんこうまそうだぜこれ。そうそうそう、寄って寄って、そうそう、どんどん寄ってきて。ほら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 。あ、めちゃんこうまそう。めちゃんこうまそうだろう。海苔なんて使ってねえぜ。海苔なんて巻いてねえぜ。じゃあ今日もお先にいただくぜ。うい。あー、うまい。うまい。うん。おお、よかったぜ。おー、あー、うまいぜこれ。肉だぜ全部が。多分ご飯より肉の方多いからこれはね、うん、でもうまい。あのやっぱ乾燥しててうまいわ。うまい。一緒に炒めて大正解。大正解だろ。うん。いやこれはおうまいぜ。もしかして全部食える？全然食える。うん。もう一本あっても食える。もう一本あっても食える。うん、すげえな。じゃあ俺もいただくぜ。うん。おう。俺はこれ一口いくぜ。おお。俺口でけえからな。むしろ胃袋もでかいから。ああ。うめえぜ。うまいだろ。俺もうまいぞこれ。すごい、今ここまで45秒あったから、ね。そう、ね、なかなかローストビーフが口の中から。そうだね。なってさ、うん。でも食い応えってめちゃめちゃうまいぜ。中のシャリの味だろ。あとこの乾燥しいたけとあの肉を炒めたあの味付けのちょうど良さが際立ってるこれは、うん、これはめちゃめちゃうまい。なんならもう恵方巻きに海苔はいらねえかもしれない。まあね、うん、そういうことだよ、ね、ローストビーフで焼いた方が巻いた方がうまいぜ、うん、これめちゃめちゃうまい、うん、もう魚介とか一切使わなくてもうまいぜ、うんうん、これ男の人は、うん、みんなもうこれ食べた方がいい。そう、正月も寿司食い飽きたから。うん、あ、そうだね。うん、うん、だから正月から大体1ヶ月経ってくから、うん、そしたら肉食った方がいいぜ。うん、うん、これうまいぞこれ。これ本当にうまい。こ
これはもう世に広まってほしい。これはそうだね。まあそんな感じでね、はい、はい、ぜひですね、おこのスタミナ恵方巻きですね、おこちら男性も女性も、うん、マジで美味しく食べれるんで、ぜひこちらの恵方巻きマスターしていただいて、僕たちと一緒に楽しく椎茸を料理して美味しく食べて健康そして綺麗になっていきましょう。服よ来い。やべ、これ勝つぞ今。リュウジ、おう。俺はよ、恵方巻きに合う椎茸が欲しいんだけど。おう。お願いできる。あれちょっと多分台本と違うじゃん。そこにかぶせるんだ。そこにかぶせるんだ。しいたけタイム。テイクスイ。よーい。リュウジ。おう。ダメだよ。